おい、ゲド石森、残念だった。勝ったのは俺たちだよ。今日から始まったこのジュニアタッグ王座決定リーグ、明日のメインも勝って最後にマイクを握るのは俺たちだよ。エンセリオマーチで 9.5 この幕張り締めたのは武士でした。ジュニアタッグ王座決定リーグ戦、第62だっけ、ね、今返上されて封印になったこのベルト、悪いけど俺とヒロムでいただくよ。今回は自信あるよ。たとえね、空白の時が過ぎても俺たち2人がリングに揃えば絶妙なコンビネーションだよなあ。必ず俺とヒロムで IWGP ジュニアタッグのベルト取るよ。これは約束してたんだよ。行っちゃったよ。ブースさんが行っちゃったよ。俺はブースさんと一緒に喋りたかったのに、こうやってさすがブースさんだ、完璧だぜ、最高のパートナーだぜ、ベルト取るぜっていう風にやろうと思ったのに、仕方ない。まあいいじゃん、このまま2勝3勝そうすればもうベルトだろ、戦勝すれば自然とベルト取れるんだろ、もらうぜ。見えてきた。あれおかしいぞ、見えたぞ、なんかが今ほら、みんなに見えないのは今のこの状況、見えた、俺とブスとベルト巻いてる。なんだろうこれ、この感覚、これ当たるやつだ。これ当たるって有名なやつ、知ってる、俺知ってる。ああ、これブースさんに教えなきゃ。ああ、負けん